皆さんこんにちは。ギャラクシー大好き、ギャラクシー青木です。こんばんは、元男の子の青木かのんです。日本でもサムスンのギャラクシーノートプラスが発売しましたね。待ちわびていたんですよ。私は自他ともに認める、私しか認めてないけど、ギャラクシー大好き人間なんですよね。もうすでに私は、ギャラクシーノート10プラス、オーラホワイト、オーラグロウ。これ見てください。やばくない？この色。とんでもない色じゃない？なんといってもこのベゼルレスデザインですよ。今主流のその iPhone とかのこのノッチデザインですよね。ちょっと出しておきますけど、そうじゃなくてここにカメラ、もう本当に極限に驚愕物なんですよね。画面を持ってるんじゃないのかなっていうぐらい錯覚してくれるデザインになっております。そのギャラクシーノート10プラスがついに日本でも発売ということで、今回は先に私は韓国版のギャラクシーノート10プラスを持ってるんで、使用感レビューをやっていきます。なぜ私がこれを持ってるかというと、もちろん技的とかの問題で日本だとちょっと条件付きじゃないと使えないんですよ。なので今回私はインターネットを使ったレビューしません。毎月韓国でもちょっといろいろ出張とかしてて、向こうではサムスンペイとかいろいろ、日本で言うとアップルペイみたいなめっちゃ便利な機能とかが使えるんで、この1台だけで外出れるみたいなぐらい便利に向こうで使ってます。ただ私は言いたい、なんで au とドコモはラインナップが違うの。まず au こちら、そしてドコモ、やばくない？私ドコモユーザーなんですよ。日本で私は普通のギャラクシー S10 を使ってるんですけども、なんでこのオーラグロー出さないのみたいな。この色一番かっこいいじゃんって。これトレンドでしょ？おかしくない？スペック。画面サイズ 6.8 インチですよ。あの巨大な iPhone XS Max。あれが 6.5 インチです。あれよりもでかいんですよ。ラムがですよ。要は人間で言うと脳みそ。それが12個ってやばくない？もう一つ。ストレージ。私が使ってるこれは 512GB っていう、もう海外版なんで、これ MAX の容量を買ったんですよ。今回のこの日本版の Galaxy Note 10 Plus も、めっちゃ多いです。 256GB あればもう本当に十分です。だって私 30GB ぐらいしか使えませんもん。その前の Galaxy S10 は 128GB ですよ。それでも私十分と感じたぐらいなんで、かなりいいと思います。後ほどカメラのレビューとかも実際外に行って撮影したりとかしてみますんで、そちらもお楽しみください。まず外観チェック、どうでしょう。めちゃめちゃ高級感ありません？カメラの配置なんですけども、これクワッドカメラ、トリプルじゃないんですよ、実は。これなんか背景のボケ感とか奥行き感を認知してくれるカメラみたいなやつなんですよね。広角、超広角、望遠。なので遠いところを撮りたい時も画質をそんなに落とさずに撮れるし、ちょっと狭い部屋だけども全体映したいなっていう時は超広角カメラ使えば撮れるし、もう本当に何でもできちゃう。そしてこれが反対側なんですけども、電源ボタン。その上が、ボリュームですね。かなりバッテリーもいっぱいなのにすぐ充電できちゃう。そしてお次は、顔認証と指紋認証なんですけども、画面内指紋認証が S10 の時は、ね、微妙だったんですよ。ちょっとワンテンポ遅れてストレスだったんですよ。それが今回改善されたのか分かんないですけど、めっちゃ速くなってます。速くない？めっちゃ速いんだけど。一斉のせ、一応念のためこの S10 でもやります。いくよ。ほい。あ、速かった。めっちゃ早い。あれ？S10 の時はね、微妙だったんですよ。ちょっとワンテンポ遅れてストレスだったんですよ。これは、あんまり、いや、でも、変わってると思う。いいと思います。で、次が、顔認証です。これも爆速です。いきますよ。ちょっとこれ見ててください。いきます。はい、つけた。え？ 1？ あれ？なんか、画面ダブルタップでもついてくれる。どうでしょうか。これがギャラクシーの力です。そしてお次は音質なんですけども、これもめちゃめちゃいいんですよ。ドルビーの会社とパートナーを結んでるので、この音質のシステムがですね、めちゃめちゃ空間に広がってるみたいな感じなの。
スピーカーからただ出てるんじゃなくて、ちょっと立体的な音が出せるんですよ。こんな感じに、設定の項目があります。これをオンにすると全然音が変わるんですよ。ちょっとやってみましょう。じゃあ、何の曲でさ、音質確かめる？青木かのんのかさぶたの私？あ、わかった。じゃあ、青木かのんさんのデビュー曲のかさぶたの私をちょっと試してみるね。じゃあ、いきますよ。これまず、ドルビーオフモードから。もちろんステレオなんで、迫力はあります。じゃあこれをドルビーアトモスモードオンでやりますね。そう、なんかね、空気にね、音が入ってるって感じなの。このちっちゃいペラペラの板からこんな音出るんだ。ポチって出すだけ。もう画面オフの状態からいきなりメモができるっていう。ボタンついてるんで、みんなでこうやって自撮りとか距離が離れてるところがしたい時も遠隔でシャッターできたりとか、こうやってやると動画モードになったりとか、なんかジェスチャーでいろいろできるんですよ。S シリーズとノートシリーズっていう感じなんですよね。で、基本的に1年の頭の方に出てくるのが S シリーズなんですよ。で、S シリーズがまず出て、で、それの半年後にこれが出てくるんですよ。で、よく言われてるのが、まず、市場に S シリーズを出して、で、それの改良点が実はこっちなんだ。だから、ギャラクシーの1年の集大成のモデルは実は S シリーズじゃなくてノートなんだ。だから、いいものが欲しい人はノートを買いなさいっていう、教えがあるんですよ。サムスン教には。なので私はこれを買ったんです。なので今からカメラの、レビューをしに行ってきやーす。なんとですね、今、こちらはギャラクシーノート10プラスのインカメで撮ってます。めちゃめちゃ綺麗じゃない？これ撮っててテンション上がるんですよ。何がいいかっていうと、肌を綺麗に見せてくれるっていうところと、髪の毛もなんかトゥルトゥル見える。そしてもう一つ、めちゃめちゃ面白い機能があります。それが動画の背景をぼかしながら撮るということ。いわゆる一眼レフライクのような動画が撮れるんですよ。背景をぼかしながら写真を撮るのはスマートフォンでできるんですけども、ギャラクシーノート10は動画でも背景をぼかせます。どうでしょう？これやばくない？こっち辺めっちゃボケてますよ。ほら。あ、めっちゃ汚い部屋がバレる。これだったら、むしろ、これを普通のメインの撮影に使ってもいいんじゃないかと思った。ちょっと今外が暗くなってきたんで、あえて暗いところでこのカメラがどんだけ、ナイトモードで綺麗に撮れるか、そちらもちょっと試してみます。では、行ってきまーす。こちらが、普段の広角カメラなんですけども、ちょっと広く撮りたいなーって思った時は超広角を使うんです。じゃあ、ちょっとロシアンさん、感想をいただけますか？ここです。ここ、はい。あ、めっちゃ広い。びっくりした今。めっちゃ広くないですか？広。すっごい。待って戻していい？うん、すごい戻したさ。もうこれで撮ると、イエーイめっちゃ。ロシアンさん映んないんですか？大食いっぽくなる。食べます。食べます。いや食べます。なんだこれ。欲しくなったんじゃない？私は日本版のギャラクシー残念ながらこの色がね出ないからな、ちょっと残念なんだよな。なんでかっていうと、私はこれ海外版で韓国版なんで、スイカの機能入ってないし、日本では技的の問題使えないんですよね、厳密には。簡単には使えないって言っとこう。この同じ色のやつ欲しいけども、au 版しかこの色が出てないからな、ちょっとめっちゃ残念。ぜひ皆さん買う方いましたら、このコメント欄に書いちゃってください。もしこの動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、あと TikTok もやってますので、そちらもフォロー。お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。